皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。朝は随分と涼しくなってきましたね。夏も終わり、秋ですね。過ごしやすい時期ですが。 厄介なのが雷です。今日は雷について少しお話ししましょう。地震、雷、火事、親父。江戸時代から伝わる、怖いものを列挙した言葉ですが、皆様も一度は聞いたことがありますよね。山から吹き下ろす強風を、山地、または大山地と呼んでいました。今で言う台風を意味しているらしいですね。それが、天下して、 親父になったという説がありますね。江戸時代から昭和初期なら、父親であったとしても、威厳があり、怖いものに列挙されていても、おかしくないかもですが、現代では、どうなんでしょうね。雷という言葉の由来は、神が打ち鳴らすもの、雷から来ています。国宝である、風神大神図領部には、大神には太鼓が描かれてますね。 これを打ち鳴らしたものが雷と言われていたのですね。雷は別の呼び方で稲妻と言われますね。夏の終わりから秋にかけ雨に伴い雷がよく発生します。稲が開花し結実する季節ですね。稲は雷を受け結実すると信じられていたそうで、雷を稲の妻と考え、稲妻と呼ぶようになったそうです。他にはイカズチという呼び方もありますね。 これは、イカツチという言葉が由来です。イカは、荒々しいという意味があり、死は、霊的な力を表しています。怖い雷ですが、雷除けの呪文、桑原桑原、クワご存知でしょうかこの桑原とは、京都にある、地名が由来とされています。京都府京都市、中京区桑原町。桑原町は、学問の神様で知られる、 菅原の道真が住んでいたとされる場所です。この土地には、雷が落ちることがなかったことから、雷除けの呪文として、くわばらくわばらと言われるようになったそうです。そのくわばら町ですが、京都市の中心部に位置し、京都御苑と京都地方裁判所の間にあります。しかし、住居がなく、住居がないので、もちろん住民もいないのです。住居どころか、建物もなく、あるのは、 京都市営バスの裁判所前バス停です。街のほぼ全体が道路という街なんです。皆様、いかがでしたでしょうか地震、雷、火事、親父の、親父とは、父親ではなく台風のこと。雷は雷、稲妻は、稲の妻、イカ土はイカ土が語源。雷よけの呪文、クワバラクワバラ。 京都市中京区の桑原町が由来。京都市中京区桑原町には住居がなく、町のほぼ全体が道路である。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。